ありがとうございました。最高でした。最高。最高。大丈夫です。あ、ありがとうございます。結構遊ぶ感じで言ってたのは、まあ、そうっすね。日替わり定食な感じで。日替わり定食みたいな。毎回違って。邪魔しない感じの日替わりにします。あげぽよって。あげぽよって。死後ですね、あげぽよ。やばいですね。そうだったっけ、そんな感じ。割と大体そんな感じではあります。音源に4しか出してないですね。みたいな。そうですね。テレンレっていうのが結構大事かもしれないですね。元気になったの？元気だよ。テンション下げれば落ちます。どうしよう。いやいや、大丈夫です。立つとそうなるの？あの、ボーンって弾こうかなと思って。ああ、そういうこと？うん。え、じゃあ次はどうするの？戻ります。戻る？じゃあいい。Tシャツ似合います。ありがとうございます。新章ということで、皆さんのお力をお借りできればと思います。楽しいライブにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。みんな元気っすね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、ほんと。鼻コールが。鼻コールが聞こえる。あら。ほんと、なんか熱いライブになったと思います。はい。皆さん、ほんと、ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。最高。最高。沢田さんはちょっと来てくださいよ。ぜひ失礼して。細いところ。一番でかい。一番でかい。
ニピュレーター様さん、うん、お願いします。最高のスタートを切って、うん、はい、次の拠点を目指して、うん、はい、頑張りましょう。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。よろしいでしょうか。はい、ですね、ボーカル2人ともちょい上げしてもらって、はい、でギターを2人ともちょい下げお願いします。はい、はい、発表したいメールを送れる人にメールを送ったんですけど、6月末をで前の事務所を退所しましてですね、新しいメンバーグラムっていう会社を立ち上げて、ちょっとそこを拠点に活動をしてることになりましたので、まあ、その新体制一発目のライブで、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ジャンプする準備してもらおう。確かにストレッチした方がいい。肉離れだった。あ、でも本番前になんかジャンプすると緊張がほぐれますよ。皆さんラジオ体操さんでいいらしいです。力が抜けますよ。ラジオ体操おいしい。そういう現場ある。そういう現場ある。ラジオ体操あるある。ラジオ体操あるある。そういう現場ある。もうこれで相当しよう。キングフォーザーオンエアーズツアーファイナル今日ソウルゾーンです。そして、新体制ニューワールドラインという会社を立ち上げ、そこで活動しています。その一発目のライブ、ぜひみんなの力で最高のライブにしましょう。行くぞ。はい、気持ちが強かったんですけど、こうやって長い年月を経てくると、こうやって来てくれる花見人たちのためにというか、花見たちにが
喜んでくれるかなとか、あの人たちにまた会いたいなとか、そういう気持ちで歌ってるっていうのもすごく大きくなってきたなっていうのがあります。なので私たちの音楽に、かなり私の歌に出会ってくださってありがとうございます。所属アリティストとして、アリティスト、頑張っていきたいと所存です。はい。ということで、とにかく今日このツアーは無事成功、うん、みんなの力で成功したので、はい、次は10月7日のそうだよ、うん、ラインキューブ渋谷公会堂のスペシャルライブです。うんうん、これをもっとみんなの力で成功させたいと思うので、うん、ぜひ協力してください。で、デビュー10周年を迎えたファナーもこれからも応援ぜひよろしくお願いします。まだまだファナーすごい大きい景色、みんなと見に行きたいと思ってるので、そうだ、みんなで景色を見に行きましょう。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。